パタニ王国、パタニ王国、ジャーウィ文字タイに、復権後、北太子年バックティーエーニンは、14世紀から19世紀にかけて、マレー半島に存在した、マレー人王朝。マレー系王朝の中でもいち早くイスラー昔、マレー半島のマレー系王朝の中で一番歴史が古い。その領土は、現在のタイ王国パッターニー県を中心に展開した。 マレー半島北部、タイ南部には古くは、2世紀から14世紀があり、現在のマレーシアクダ州、クランタン州、トレンガヌ州及び、大国のパッターニー県、パタニ、ヤラー県、ジョロール、ソンクラー県、シンゴラ、サトゥーン県、ストゥールを領有していた。この王朝は初期には、ヒンドゥー教を国教として、6世紀から7世紀に、経済的に最も繁栄したが、その後、 主要な貿易の集積地としては没落した。政治的な状況から示唆されているのは11世紀の長羅朝による侵攻を機に、ランカスカ王国は商人の訪れる主要な商業校としての役割を終えたということである。しかしながら、没落の大きな原因は海岸線の沈泥であることが、ランカスカ王国の重要内積のほとんどが海から約15キロメートルも内陸部に、 一しているという事実によって示されている。13世紀、ランカスカ王国は、ヒンドゥー、イコール仏教帝国シュリービジャヤ王国の属国となって、パレンバンへ戦都し、パタニ王国が成立した。シュリービジャヤ王国は、南シナ海の貿易を支配し、マラッカ海峡を通過するすべての貿易から、通行量を徴収した。マレー文化は、クメール王国と古代都市ナコーンパトムへ、 大きな影響を与えた。13世紀中期、イスラーム帝国の基礎が築かれたと考えられており、その時、ラジャスリワンサ、エスマイルシャハによって、パタニの名をいただいたが、彼がマレー半島東海岸でセントする場所を指差し、パンタンイに、この浜にしようと叫んだことが発端となっていると、地元の伝承は言う。別の伝承によるとセントする、かなり前に、パックタニ、 パックタニ、タニオジさんのいというう徳者が住んでいたためそう、呼ばれるようになったとする。別の説では、その伝承はのものと指摘している。いずれにせよ、前途当時の首都は、現在のパッターニー県、ムアンパッターニー軍ではなく、現在のマスジドクルーセ付近で、このパタニ王国は現在マレー王朝の中で一番、古いイスラム王国であると考えられている。 マレー半島東海岸のパタニは南シナ海貿易の要項で古くから中国商船が来航し琉球王国とも通行関係があった。1511年のマラッカ王国がポルトガルによって陥落させられイスラム商人によるマレー貿易の中心がパタニに移っていたためパタニ王国はインド人ムスリムの商人が以前よりも頻繁に訪れるようになっていた。 1516年には、ポルトガル人の探検家がパタニの地を踏んだことで、パタニ王国は西洋にも知られるようになった。16、17世紀の大航海時代には、ポルトガル、オランダ、イギリスが召喚を構え、日本からも衆院船がラ来し日本人外もあったという。一方で、パタニ王国は、スコータイ王国、アユタヤ王国などの支配下にあった。スルタン・ムザファル、 シャア、スルタンムドホファール・シャハ、1530年から1564年は一度軍隊を持って、この支配を退りけようとしたが、戦いの最中不審な死を遂げている。この頃のパタニには、女王が続き、ラジャ・ヒジャウ、1584年から1616 16年、ラジャビル、1616 16年から1624年、ラジャ・ウング、 1624年から1635年、ラジャク人、1635年から1649年の四女王の時期には黄金期を迎えた。四女王はやジョホール王国に援軍を求め、アユタヤ王朝と反目している。特に、ラジャウングの反目の時に、パタニ軍と交戦したのが、大政府が派遣した山田長政である。中国河南地方からの移住者。 いわゆる佳境が増え、イスラーム化し管理として使えたという記録も残っている。現に、日本への公文書のほとんどは、中国人の署名であった。このような状況下で、スマトラ島北部のアチェ王国とは、商売的となった。アユタヤ王朝がビルマに滅ぼされると、パタニ王国は、完全に自立したが、バンコクに小大族の王朝である、チャクリー王朝が成立し、その君主、 ラーマ一世は1795年から96年にかけてパタニを再征服し、商法に分割して支配した。1902年には、ラーマ五世、シュラーロンコーン王の着陸改革の一環として、パタニ諸法は中央政府の直接統治下に編入されたが、住民のイスラーム意識に加え、対中央政府のいい加減な政策などが災いし、その後も暴動、反乱が絶えなかった。 現在でも旧パタニ領の一部の地域である新南部三県では住民の大政府に対する反発と黄金時代のパタニへの憧れからパタニ王国最高を大義名分にした分離独立運動の動きがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。